こんにちは。こんにちは。急に始めます。はい。水中写真家のシゲです。よろしくお願いします。今日はですね、ザナさんに、新しく新ポイントができたということで、はい。テルさんとレイラちゃんにその新ポイントを、はい。まずはどういうポイントだったら聞きたいなと思って伝えに来ました。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあもう今、一歩潜ってきたんですけど、一歩、もっと潜ってるかな。4本潜ってきたんですけど、まあ、レイラちゃんから、その新ポイントの名前と、ちょっと魅力を聞きたいなと思います。発表します。セブンバレーじゃないですか。セブンバレー。セブンバレー。はい。いいですか、セブンバレーで。いい、もちろん。いいんですか。はい。強くなってるってことで、まあ、警告。はい。バレーって言ってます。はい。バレーをつける。そうですね。で、まあ、僕たちが、調査して、開いたことで、7バレー。ナパバレーにかけて7バレー。レーもうちょっとかっこいい感じで、7を英語にしてセブンバレー。で、まあ、本当に今決まってなくて、今本当にこの時点で。はい。今、パーコが言った方が、そのポイントの名になります。おお。いいんですか？はい。決めてしまって。はい。本当にね、今、まさに今決まる日も。はい。よし。セグマイ。セグマイ、セグマイ。はい。いいです、セグマイ。いいのか。今、ポイント何箇所？保養亭前。家城東大奥。ペリセの根。で、セブンバレー。一応、まあ、ビーチの大きみはありますけど。まあ、試合目で、まあ、4つ。4つ目のポイント。オートポイントは。じゃあ、まあ、潜ってきても知ってるんですけど。はい。何が、そのポイントは。特徴的に知ってるんですか？もう見えしないですね、まず。初めて入った時から、どんどん見つかる見つかる。しかもそのカラフルな見えしがすごく多い印象でした、私。ご予定前と割と近いんで、ご予定前っぽい雰囲気はもちろんあるんですけど、人が入ってないかなとか、そういう、何だったのか、川が近いのか、見えてるかわかんないんですけど、ちょっと入るのが違う。はい。それによっていろいろ見えしとかも違うんでしょう、ね、そうですね。確かに普通にも来てるのは紹介してもらったの以外にめちゃくちゃ見えしを、うん、自分でも見けられたし、今日、紹介してもらった見えしで僕がやっぱ一番個人的にはいいなビアビラ見えしの降雪シーンですけど、あ、そうですね、昨日降雪してましたね。今日は入るじゃん、はい、これ今見れてるの2匹、2匹です。なんかすごい神奈川だとミヤミラ多いイメージあるけど、久しぶりに見たかこのままミヤミラ多いんじゃん。あ、なんか絵の裏で見せてもらった。ああ。僕たち的にはね。もう結構珍しいですね。葉山が一回見たことあるのかなのぐらいですね。あ、そうなんですね。はい。綺麗ですね。綺麗ですね。めっちゃテンション。でこの後に、レイラちゃんが、都の見牛の上にエビがいるよって書いて。間違えてるな。そう。シーンをレイラちゃんが見せてくれたんですけど、これ、紹介される前も、ニャンが撮った後、ニャミラに乗ってるエビだと思って、もうあれしかいない。もうあれしかいない。めちゃくちゃテンション。やばいっすね。どんどん口の方を紹介させてくれるし、これエビだな。ここにエビだし。はい。まあでもなんかすごい素敵なシーンで。万両見牛です。万両見牛です。万両見牛。ミヤミラミユシにウミユシ隠れエビが乗ってると思った人が見に行ったら、アンチョウミユシにオトヒメエビが乗ってるシーンだった。私は都にオトヒメエビだったんですけど。あ、それレイラちゃん、勘違いです。そうです。私は、ああ、持っちゃったんですけど。さらにね。さらに。さらに。本当だ。違う、万両って書いてあったら勘違いしなかったです。そうですね。で、都って書いてるんですね。あとは、これは何ユニシ？これは、アラリウミユシです。あ、はい。アルルミネーションめちゃくちゃいっぱいいました。たくさんいますね、これ。これもこの辺でそんなにないんだよね。まあ、ご予定とかで、まあ、たまにぐらいですよね。なんか、これとあと花色。ああ、白い。花色、はい、とかが多い。なんか、ウミウシ好きな人にはすごくいいかな。いい雰囲気ですね。じゃあ、ちょっとごめん、遮っちゃった。他に楽しいポイントです。まあ、やっぱりあとは、道から松は、身内は、あ、そういう生えてるものとか、バロニア、はい、はいはいはい。ちょっとピカピカした。お、わかる。これでしょ？これ、これ。これです。どれですか？これ、これ、これ、これ。それです。
あれ何バロメーターって何体操なんですね。これね、サイパンにオーバロニアって言って、はい、もうちょっと銀色でピアス、はい、でかいんですよ。あ、中に入試が入る。ああ、いや、オーバロニア、そうですよね。これはやっぱそのサイパンもちょっと軽いガイドしたんで、そのオーバロニアが口にこうやっていきなりお客さんになった。ピンポン玉みたいな。そうみたいな。っていう使い方してた。レシーポイントではやっていいってことだ。いや、それほどないよ。あるけど、いっぱい考えがあるんですけど、まだ待てって感じだ。そうですね。もっと、もっとあったらいいですよね。玉見るぐらいならやってくれてもいい。玉見るシャリコンってなるじゃないですか。あれなるよ。これいいかもしれない。ちょっとやってみましょうか。の話、そんな話してよかったです。まあね、光反射して、そう、バロニアすごいなんかこうツインライトで、はい、けど、ツインライトの光でこう目みたいに、はい、これがキラキラって話して、これがまあ綺麗にこけるところないかなって。やっぱウミウシが多いって言ったのか、まさにそうで、アオミウシはこの近くに見こない。確かにいいな。裏側にあれ見た、ジボガオミウシ見た。いました。ああ、でもジボガの方がちょっとね、ちょっとで、ね、裏ここでこの手前の、ちょっとこれ、この辺の、何ですか、オービーシュの右下というか、うん、あたりに、ヒラビルもついてたんですよ。ヒラビル緑がいて。へぇ、本当に多いなぁと思いました。あ、テントウキムシ取ってないけど、すごいですね。テントウ多いですね。あ、テントウがついてるのは、これとは違う。それがその口から出してると思うんで。あ、待ってた。そうです、そうです。あれなら病気なんですよ。下にいっぱい落ちてる。やっぱ新ポイントということで、やっぱ何が出てくるかわからないんだって、私たちも毎回、探り探りでやってるところがあるんで、ちょっとワクワクしますね。元気してる感じがあって。新ポイントならではい。探すれば探すだけちゃんとこう、成果を出してくる。そうですね。あと私あれだ、あれ印象的でした。三浦ではよく見られる。沈みそこけに。ああ、めちゃくちゃ出てきた。あれも、このポイント多くないですか？多いです。多いですよね。うん、カジラのね、上を手に、ちょっともう何なら今いるのっていうぐらい。そういった感じです。この沈み底ピンク、色綺麗だから。これでも色はバリエーションあるの。オレンジしか見たことない。これはね、多分、もう僕の今のところ出してる結論は、沈み底ピンクは全部同じ。うん、逆に、この色をしているのに、アライソコペギンポはいないんじゃないかなって。ああ。これ、何をしなくちゃいけないかって、はい。この、胸びれの線だと。そうですね。この胸びれの黒い点があったらアライソ。なかったら質疑。これないって。ないだから、それ全部の分布をチェックするのがなかなか厳しい。でも、この色は全部ない。はい。沈みというのは、全部この色ない。気がする。これありません？ちょっと毎日潜ってるからみたいな話なんですけど。若干アライスと顔違くないですか？ああ、違う。なんかちょっと短いですね。顔が短い。なんか一番可愛くないですか？可愛いです。アライスの方がもしかして男っぽいかもしれないですね。ちょっと、リバっぽいかも。うん、そうですね。リバっぽいか。そうですね。納得してもらえなかった。コートはこれ、リバーな、シソリと、アライソこれが最初、はい、これが女の子と顔を出してる素晴らしいアライソロを受けてくれる岩穴これが短いああ、岩穴ごめんなさい、間違えた岩穴が今みたいな、うん、あそうですねしたそうそうそうですアライソロだからでももうちょっとそうですね、まあ、リーゼントヘアっていうそんなの欲しいでしょそう、ね、銀行の種類が確かに必ず葉山に来たら銀行を控える雰囲気がまあじゃあそんな感じそうですね、まあ、あとせっかくだから通った中で紹介していくとこれテレスさんも1日目に紹介してるフルスキン日本青さんのすごいコラボの撮れるよこういう葉山もすごいいろんなところでこうまあ葉山全体で見れるんですそうですここ新しいところだと、セブンバレーだと、今ここバッていけるのは、風船業界のマーサンゴと、キサンゴの中に生えてる、姫ブロウキンシ。これですね。これはちょっと、
めちゃくちゃ良かったですね、両方とも。ただ、優先僕はめちゃくちゃ引っ込みましたね。僕も引っ込ませてるけど、エルさんがちょうど見られた。あ、これはね、引っ込んだろうなと思ってたんで、ちょっと待機してる。すぐ次行けるよ、すぐ次。はい、で、すぐ次出てきたのがさっきの決め方をしてる。やっぱなんか、ちょっと違うんですか、他のポイントと。変えると思ってる。日本のサーフィンって他の、あれ、90の代わりに。ご予定だけど。そうか。ご予定に似てる。でもなんかあんまこういうのはないんだよ。書いてる種類は同じかもしれないですけど、その、書いてる量が、多い。簡単に言ったらその、風船誤解がいっぱいある。あだからいろんなことがわかる。いや、いいですね。これ難しいですよ。これはシーンも難しかったですね。すごいね。いや、このシーンじゃ面白い。すごいね、はい。これから先、すごいの撮ってほしい。確かに。いや、ぜひまた挑戦したいです。はい。まあ、新ポイント。はい。そんな感じです。いいです。いいですかねって分かったのかな、これで。まあ、これから、要するに僕たち、パッとかパッとか、まあ、うちのスタッフがいっぱい巡って、もっと、こう、単位を広げて、はい。新しいことを工夫していくことで、次、しげちゃんが来てくれるのは夏ですね。多分、その、季節来遊のめちゃくちゃ面白い。雰囲気があるので、ああ、こちら側のパワーアップしてお待ちしてますって感じです。そうですね。はい。はい。ありがとうございます。じゃあまあ、新ポイントこんな感じで、はい。すごい楽しませてもらったんですけど、最後に、レイラちゃんからまた、はい、最後に楽しいポイントをまとめてもらおう。はい。はい、教えてください。まずじゃあ、カラフルな名刺が多いですね。はい。はい。あと、素敵な早物がたくさん。はい。あとは、今までにない、水路のような場所もたくさん、まあ、名前の通りですね。セブンバレーっていう。はい。と、あと、新ポイントっていうことで、これから何が出てくるか分からないで、私たちもワクワクしてます。頑張ります。はい。開拓します。じゃあ、ぜひ皆さん写真を撮りに来てくださいということで。はい。はい。じゃあ、ありがとうございました。ありがとうございました。